今までのパスレジリストにガチャコンレジがあって、それに一つずつ端末が全部ついているっていう状態からかなり開放されるので、しかも種類を一切ができる。お支払いをしますとリーダー画面が出てきて、今読み込みます。それで決済完了して、で印刷をしますとレシートが出てきます。完了すればすべてこちらで、はい、かなり画面がシンプルそうですね。これでまあバーコードを、例えばあの普通のバーコードと QR コードとかもいくんですか？あ、QR も、はい、読み両方いける。両方読めますね。あのこれでクレジットもリーダーもバーコードも接触、IC 非接触も読めますので、これで簡易ポスみたいなのをお使いいただけますし、あと iPad と、はい、まあ、iPod Touch みたいな、その 3G とか内蔵されていない場合、まあ、例えば Wi-Fi とか、そのインターネットに出ていない端末とシンクロしている場合の決済ってのはどうなるんですか？キャッシュされるんですか？その場合はあのオフラインだと使えないようにしても使えます。必ず外に出れる Wi-Fi 環境で使っていただくか、 3G で使っていただくか、どちらかですね。わかりました。都度決済してトランザクション取ってるので、貯めることがちょっと今できないので。ちなみにこれ Bluetooth との連携ですよね。そうですね、はい、となると、まあ、例えば将来的には Android とか、あの、まあ、他の端末もしくは PC との連携っていうのも可能なんでしょうか？はい、技術的には可能ですね。 Bluetooth の 4.0 っていうチップ入ってるので、まあ、8でしたら、まあ、標準ではないんですけれども設定も多いじゃないですか、まあ、そういったものでしたら対応は可能です。なるほど、はい、まあ、それは開発すればと。そうですね、はい、はい、じゃあ iPad と一緒に。わかりました、はい、ありがとうございます。